ゲーム業界最新のトピックス、ニュースエクスプレス。今回は先日幕張メッセで開催された東京ゲームショー98の注目ブースを紹介するぞ。まずはなんといっても注目の的はセガのドリームキャスト。実際にゲームを体験することもできて長蛇の列。内蔵の通信モデムで対戦も可能なセガラリー2や、世界中で大人気の音速ハリネズミソニックもソニックアドベンチャーとしてドリームキャスト同時発売される。続いて SNK ブースでは話題の携帯ゲームネオジオポケットが大人気。ブース内で実際にいろんなソフトをプレイできたぞ。また来年発売予定のネオジオポケットのカラー版の展示も発見。詳細は不明だけど発売が待ち遠しい。同じく新しい携帯ゲーム機を発表していたのがバンダイブース。来年3月発売予定のこのハードはワンダースワンっていうんだって。ソフトによって縦にでも横にでも遊ぶことができるなど新しい機能も満載。各社が対応ソフトを発表しているので期待できるよね。モノクロながら画面もすっごく見やすいぞ。続いてソニーコンピューターエンターテインメントブースでは PDA の全貌がにぎやかに発表されました。機体の新ハードの正式名称はポケットステーション。プレステのメモリー機能以外にも CPU を内蔵、時計機能などもついている。 DJ とダンサーたちがノリに乗っていたのがナムコブースで行われたリッチレーサー4の発表イベント。ガレージの雰囲気そのままのブースでは大画面を使ってド迫力でゲームをプレイすることができた。今回のリッチレーサーは新しいもう一つ注目を集めていたのがエニックスブース。ドラゴンクエストモンスターズがゲームボーイカラーでもプレイできました。最後はスクエアブースから。ゲームショーコンパニオンランキング人気ナンバーワンはエポック社ブースの太田さんでした。ようこそ星の丘学園へ。学園生活の花、学園祭のシーズンを舞台にしたシミュレーションゲーム。授業やバイトをこなしつつ気に入った女の子と仲良くなっていこう。アーケードで人気の硬派のシューティングゲームがプレステ・サターンで同時発売。実在する戦闘機を操って敵陣深くまで攻め込むのだ。いよいよドリームキャストの発売だ。セガタ三四郎は君たちの心に。セガタ三四郎。真剣遊戯セガサターン。アスキアメコミテイストのキャラクターで大人気の対戦格闘ゲームの移植版。ド派手なコンボ技はアーケードそのままの迫力だ。いよいよドリームキャストの発売だ。真剣遊戯セガサターン。この番組はセガエンタープライゼス、任天堂、アスキーの提供でお送りしました。